いて、歯がズキズキする。おいマサ、お前まさか虫歯か。やば、兄貴にバレたら絶対歯医者行き。それだけは嫌や。ちゃいますよ、急に何言うてるんすか。いや今お前頬を押さえていたって。ああ昨日の喧嘩の傷っす。150人くらいはおったかな。お前一人で50人。いやまあパッと見っすよ、パッと見。まあさ、あいつらは知らんうちに勢力をどんどん広げよる。え？お前もし虫歯隠しとるならシャレにならんぞ。大丈夫っすよ、一日一回は磨いてるし。アホンダラ、舐めとんのか。ちゃんと一日三回毎食後磨かんかい。しかも一回三分は磨け、フロスも使え。面倒なら電動歯ブラシもええ。徹底的に追い込みかけろや。下手すりゃ歯周病に目つけられて歯の玉取られる。お前も残りの人生入れ歯で過ごしたくはないやろ。手遅れになる前に歯医者さん行くぞ。兄貴、兄貴にはまだ言ってなかったっすね。実は俺歯医者に行けない理由があって。子供の頃です。いつもは怖いおかんが急にお菓子こうたるからついてきって言うから、ウキウキしてついて行ったんすよ。そしたらまんまと歯医者に連れてかれたんです。それがもうショックで、これが大人のやり方かって。俺は裏切られたんすよ、実の母親に。え、終わり？いやー離せー、アホかー。男見せんかい。いますやん。行きますやん。頼む、こいつを何とか慕ってくれ。どうされました？虫歯や。あ、じゃあ保険証と診察券出してお待ちください。次の方どうぞ。マサ、兄貴、けじめつけてきます。血出てますけど大丈夫ですか？マサ、安心せ、俺もすぐそっちに行く。